はイングランドのシンガーソングライター、女優。イングランド系の父親とアイルランド系の母親の間、イングランドの首都ロンドンハーローロンドン特別区、ハーローで出生する。幼少からピアノやギターを学び、両親の影響でビートルズ、ローリングストーンズ、ハリー・ニルソン、ウィリー・ネルソン、ジョニー・キャッシュ、ジャニス・ジョプリンなどを聴く。 米国ロックバンドのホールと米国のミュージシャンのキャスリーン・ハンナに影響を受けた。アデル、エイミー・ワインハウス、ジェシー・ジェイ、レオナ・ルイス、ケイティ・メルアラを輩出したブリッドスクールを卒業。元来、役者を志していたがいくつかの演技関係高等教育機関の入学試験に失敗する。彼女はファッションブランドのリバーアイランドやレストランのチェンテン・ランドなどで働く。 ほどなくして階段から落ちて、足を骨折、療養中の自宅で退屈から逃れるため曲作りを始める。書いた曲を披露するため地元で、いくつかのギングをし、後に、マイスプイスにホームレコーディングをアップロードし人気を得る。2007年2月5日にもしもしレコーズより、デビューシングル、キャロリン SA ビクティムを発売、イギリスで2000枚のみの販売だった楽曲はすぐに、完売した。 同年4月、ポリドールレコード所有のフィクションレコードと契約、同年6月18日に2枚目のシングル、ファウンデーションズをリリース、前衛シングルチャートで第2位を記録した。同年8月6日にリリースされたアルバムメイドオブブリックスは、前衛アルバムチャートで第1位を獲得、英国レコード産業協会よりプラチナディスク認定される。また、 全米のアルバムチャートの発週で1万6千枚を売り上げる。2007年の中頃、ワイヤレスフェスティバル、グラストンベリーフェスティバル、レディングフェスティバル、ティンザパークといった様々な音楽祭でパフォーマンスを行う。ブリッドアワードで3部門にノミネートされ、2008年2月9日、ブリッドアワード最優秀女性アーティスト賞を授与された。バーナード・バトラーが音楽プロデューサーとして参加した。 セカンドアルバム、My Best Friend Is You を二千十年四月十九日にリリースした。当初のアルバム名は、Crayon Full of Color だったが、パオロ・ヌティーニの楽曲タイトル、Pensil Full of Lead に似ていたため変更した。アルバムは、全英アルバムチャートで、第八位を獲得、同アルバムからの先行シングル、Do は Do は二千十年四月十二日にリリースされ、全英シングルチャートで、 第15位を記録。映画役者デビューとなった2012年に公開されたダニエル・アル・グラント監督によるシンガーソングライターのジェフ・バックリーを描いた米国の電気映画グリーティングス・フロム・ティム・バックリーでペン・バッチリーとイモージェン・プーツと共に出演。同作品は2012年9月9日の第37回トロント国際映画祭でプレミア上映された。 作家マックス・バリーの同名小説を原作とする2013年の米国ドラマ映画、マイ・デンジャラス・ビューティーにアンバー・ハード、シャイロ・フェルナンデス、ケラン・ラッツラと共演し、彼女はベス役を演じる。同映画は2013年5月1日にビデオ・オン・デマンド形式でリリースされ、2013年6月7日に米国で劇場公開された。また、2013年のイギリスのコメディ映画、 パウダールームでは主要な役柄の一人を演じた。ありがとうございます。